皆さんにいいこと教えろアダルトでね、カタカナのイズム、イズムって検索して、それとマグロブッサ。それとね、イズムマグロブッサ。もう一つあったけど忘れたな。だからそれね、今ね、あの、何や、生活保護で暇やから見とったな、写真をね。うん、そしたらお尻の1メーター20ぐらいの女が出てきたんですよそれが1メーター80。それでイズムでね、 検索する。ジャムズがあった、ジャムズ。それともう一つ教えるわ。これ大柄な女ばか。ビデオ高いよ、6000何も。下手や、肩や、オペラでうんこをかぶってな。うんこ食べて。うんうんこ食べて。<coughs> でも、そ,それ、3万くらいしかもらうしな。それとね、皆さんもう一つ教える <coughs>。大阪の皆さんでも全国の皆さん。いいね、タコ箱なんだあのね、 例えばね、堺、わし、大阪の岸の方とちょっと女が西田にり行く。堺のね、デディヘルトは金髪が女んですわ。それと、日本人はね、身長見て言たら173とか女んですわ。それともう一つしゃるわ。東京トップレスとて言う人るだ。東京トップレスってあるんですわ。それも大きい女。それがね、180センチぐらい以上の女が女んですわ。 それでね、そのイズムジャムズのね、さっきの話、当たるとしたら、温度がバーって出てくるわ。人間も増えて、おっぱいの大きい。結合130ぐらいの、そそっちの原作がね、腰つき見たらね、あの、ウエストが男の父ぐらい来てる。160ぐらいやったら、65ぐらいやったら。だからこれをね、風俗で検索させるんですわ。た、例えば、強固中のですよ。強子風俗としたら出ますから、いい言葉になる。だからそういう方法もあるんで、 わしはぼちぼち金入ってくるからね。やっぱね、結の金きい方がいいわ。さっきね、リンご娘ね、わしのとこに福祉で170の子来てんですわ。69から1センチ増えてね。リンご娘見とったら173、177がおりました。俺でっかいの好きやからね。偶然探したんですわ。で、トヨタ真帆がね、73言うけどね、リンご娘は77言うたか。 だから、あそこも大きいんですよ。それあの出る量が多いと、塩の。まあ、そういう話でした。だから、風像で検索したら遊び行けます。これでね、もう一つ面白いこと言う。<laughs> それ引っ掛けるでしょ <laughs> 何でもいいよ水商売。で、金儲けつながる、ほら。で、FC2 はね、ダメ。あの、出したら捕まる可能性がある。これでね、ハムスターとかね、<laughs> X ビデオとか XNN にチャットコーナーですわ。 あそこでエロビデオ投稿するとアメリカとかサンフランシスコで発信しとるからね。それ罪にならんからね。それで金稼げるんですよ。それも一つとしてると。だからそれ風俗で引っ掛けてもいいし、もう一つ教える。今日教えるなモデルしますの掲示板ってあるんですわ。それがね、ヌードモデルしますの掲示板ある。SM 掲示板もあるか。多分あると思う。だから面白いでしょ。えっともう一つ教える。よろいろ信じだからこんなことしてるんですよ、俺。 あのね、モデルしません。も、じゃモデル、ハーフモデルの掲示板、ハーフモデルって検索してください。おなおばちゃん、ダーッと出るから。仕事がないからね、待っとるんだっすよ。俺、参考に教えとく。えっ、ー、とね、石井ない子で先に行くでしょ。あいつ六67ぐらいやけどね。あの人2時間よりもね、60万です。参考に。だから、あの、項目はね、公演依頼とかね。 デート言うたらダメが、公園以来、それでデートしてね。これで、そういう、あの、あそこを出して、シコシコして、シル出してね。出さならダメ。<laughs> やっぱ、男も、男をこう飲まんだよっ、ね、て。だからもう一つ教えるわ。で、意外とやらない。女の子は、まあ、あの、あそこシコシコしたり、ドリル入れたり、あえきたらしたりしたら金になるけども、男の子でもチンチン出してね、男も子の,の金になります。だから、俺の携帯はそれはダメなんですわ。 iPhone. だから、ぼちぼちね、あと一週間で、ね、あの、韓国も入ってくるから、携帯買おうからね、やほく。え、100万円買い取るから。ぼちぼち金持ち、お金持ちになるからね。一回切りますわ。ほいで、俺の家ね、100万円買い取るんだけど、1枚10万円で売れたらね、え、1000万か。そういうところがあるんです。それはしない。よし取るでしょ。だから、風俗で検索してください。何々々子さん、風俗。ほんなら、すがまの、デリルロールとかね。ほいで、皆さんもう一つ教えておこう 吉原今どこかなって調べたらね、菅間でわし一回菅間の間って昔、ホストクラブのおさおみたいなことね、面接行ったらね、ちょっと金持ってるから、あのお前あの、ね、年上がらダメって言われたんですわ。で、女の子連れてきたら入れるってね、ホストクラブ。で、うろうろしよった女の子ついちゃってね、昔レジヤ新聞っておっぱいの大きな音あったんですわ。昔はね、新聞だけど。で、顔見てなきゃその子呼んでね、2万5千0遊んでね、 タクシーで行って何言ったか。だから、吉原っていうね、あそこから約タクシーでワンメーターぐらいですわ。山屋の上。そんな、だ吉原もよけ例えば吉岡七子言うたらね、吉原におりますよ。そういう話知らんでしょ。だから、ものを知ったもんが勝ち。ね。で、シール集めて、販売も、そう、もう一つしシール集めてね、愛液販売で見てください。ほんで、女の子を、 何や、千 cc、千 cc、千円ぐらい売ってます。それで、それでパンティー脱ぎたての5日、6日、よく古い方が金なんだね。あれも売,売れ、売れますじゃん。買えます。だから買った方がいいんだな。あの、取ったらどうんなんでしょ。何でも金、ね。だからそういう方法もあるんです。わかるでしょ。わしはこの携帯古いからできない。ほんと言ったらあの、チンチンマン出さないでね。顔だけ出して、もう無いこと言うてね。絵も売れるでしょ。だからそういう発想を作ってください。以上。 以上でした。加藤茶8億ね。だから、加藤茶とかね、ああいう芸能人はね、志村家が六本木行ったと思ってんけどね、芸能人はね、嫁がブスとや言わんけどね、あの程度でしょ。だから、そのデリヘルで180の女も嫁にできるしね、そこの境のデリヘル、そうそう、金髪丸だからね、アーミーズっちゅう警察、大阪と梅田には利用しとるやろ。で、あの、日本橋にね、大阪の日本橋ババジルっちゅうのもあるしね、 血のやつを、ま、死ね、病けしとるな。結局、でもね、まあまあ、まあそんな感じですわ。皆さん、だからそう、加藤ちゃんが <laughs> ね、だからああいうパッとした女と一緒になるでしょ。で、金髪手で手たらな。ほで、もう一つ教える。中国を見合い、ロシア見合い、フィリピン見合いもあっで、だからその辺で一緒にならんでもね、2、300万持って、結婚したら逃、逃げ、逃げられるようにね、親に金やって逃げられるようにしてで、参考に教える。 ウクライナとか、あの、中国はね、あの、ロシアはね、平均年収50万ですわ。ね、年収、年収。マニラと一緒。40万。なんかわかるでしょ戦争記録自まあ、そんな話でした。下もが勝ち。以上。